今日も法律と登記について考える司法書士 YouTuber です。皆さんありがとうございます。当チャンネルが登録者数700人を超えました。そこで今日はですね、感謝を込めた特別企画、これを見ている受験生の皆さんにエールを送るということで、私の受験生時代の経験談を語りたいと思います。私は司法書士の受験回数は4回です。逆に言えば3回落ちてるわけです。さらにその前には行政書士3回受験、宅建を2回受験していますので、30代の10年をほぼ資格の勉強に捧げたと言っても過言ではありません。この動画を見ている皆さんの中には3回とかそれ以上不合格を経験している方もいらっしゃると思います。そんな勉強が辛い、やる気が出ないと思っている受験生の励ましになれば幸いです。それでは参りましょう。法学部出身で司法書士というとどんな人を想像しますか？学生時代からさぞかし法律の勉強ができる人だったんだろうなと思いますか？他の司法書士は知りませんが、少なくとも私はそれに当てはまりません。学生時代は勉強ができるどころかむしろ劣等生でした。先日たまたま過去のものを整理していたら、その頃の成績表が出てきたのでご覧いただきましょう。ドン。ご覧の通りほとんど可と不可です。特に民法が不可っていうのはまずいですね。法律の基本ですから。なぜ成績が悪かったか。一つ目は授業が難しくてついていけなかったこと。もう一つはサークル活動とゲームにハマってしまったからです。卒業も単位ギリギリでしたから、資格試験どころの話ではなかったわけです。なので卒業後は一般企業に就職しました。で、なぜこの話をしたかというと、こういう経験をしているので基本的に私は勉強するということに対して劣等感を持っているんです。また法律に対しては一度つまずいている挫折感があったんです。これがこの後の話につながってきます。就職できたのはいいのですが、その会社はブラック企業でした。毎日朝10時から深夜1時近くまで勤務。パワハラもひどくて、勤務して4年半ほどで鬱になり、27歳の時退職せざるを得なくなりました。退職した後もなかなか回復せず、2ヶ月ほど入院までしました。退院後は回復していきましたが、一度そのような経験をしてしまっているので、なかなかもう一度働こうという気持ちが起きませんでした。短期間のアルバイトくらいならなんとかできましたが、ほぼニートの生活が3年近く続きました。今40代以上の高齢ニート、子供部屋おじさんというのが社会問題になっていますが、私も下手をすればその一人になっていたかもしれません。私の場合は30目前でさすがにもう働かなきゃと焦り、ようやくある会社の正社員になりました。がここでもパワハラがひどかったんです。結局その会社は3ヶ月で辞めたというか辞めさせられたんですよね。クビです。要はその時考えたんです。このままじゃ自分の人生まずいぞと。でなんでこんなことになったのかと考えると、結局一番の理由は自分に自信がないこと。もう少し突き詰めて考えると、会社に雇われる生き方しかできないことが原因と考えました。そうなると何かしらのスキルで自信をつけ、独立できるにはどうしたらいいだろうということになります。まあその条件に当てはまって30歳の文系の男が今から働きながら目指すとなると、現実的には修行しかないかなという感じで、資格で生きることを決断しました。計画としては32歳までに宅建、35歳までに行政書士、40歳までに司法書士というふうに立てました。決意をしたのはいいんですが、さっきも言ったように私は一度法律の勉強で挫折しています。そしてついサボっちゃう癖があります。それでも宅建は2回、行政書士は3回でなんとか合格しました。さていよいよ本丸の司法書士です。予備校の基礎講座も申し込みました。これまでと同じように試験勉強に取り組みました。ところがこの牙城が崩せないんです。今までの敵とは一味も二味も違う。それが司法書士試験なんです。宅建や行政書士試験とどこが違うのか3つ挙げましょう。1つ目、試験範囲が広い。2つ目、基準点合格点が厳しい。3つ目、時間が足りない。まず1番と2番についてですが、司法書士の試験範囲はご覧の11科目。しかも午前択一、午後択一、午後期日の3つそれぞれに基準点が設けられていて、3つとも全て基準点をクリアしなければなりません。その上で合格点を取らないといけないんです。これはどういうことかというと、いわゆる捨て科目を作れないということなんです。例えば行政書士で言えば、会社法は択一で5問出るだけなので、ぶっちゃけこの科目は捨てても受かります。メイン科目である民法行政法が取れていればいいわけなので。しかも行政書士試験は6割取れれば受かりますが、司法書士試験は7割強から8割取れないと合格できない。だから広くて浅いじゃないんですよね。広くてそこそこ深い試験なんです。さらに3つ目、時間が足りないの部分ですけれども、特に午後の科目は3時間ですから、50分から1時間で35問の五紙択一、約1時間ずつで不動産の登記申請書6件から8件分、商業登記申請書6件から10件相当書かなければ間に合いません。スピードも相当要求されるんです。最初模試なんか受けた時に、もうスペランカー並みに無理ゲーだと思いました。こんなの時間内に8割得点できる人なんているの？合格者って特殊な能力の持ち主なんじゃないかって思いました。まあそんなこんなで1回目の試験は予備校の基礎講座を受けただけで精一杯、復習が十分にできず基準点を大きく下回って不合格でした。でも当時の私はこう考えたんです。1回目だしまあこんなもんだろう、予備校の基礎講座は一度受けたから基本的なことは理解できている、あとはこれを深めた上で回答するスピードを上げればいい、そのためには過去問演習の量を増やすこと。そこで2回目の受験対策では過去問回しを中
中心にしました。ひたすら過去問を解く、解説を読む、基本書の該当箇所を読むということを繰り返しました。結果どうなったか、1回目とほとんど変わらない結果でした。なぜだとショックを受けると同時に反省しました。こんなことではダメだ。2回目の受験が終わった時点で年齢も37歳になっていました。そこで3回目の受験に挑むにあたり、まずは心を入れ替えよう、まず根本から意識を変えなきゃいけない、そう思ったんです。心を入れ替えたと先ほど言いましたが、決意だけでどうにかなるものではありません。具体的な行動に移す必要があります。私がやったのは現状分析、勉強の方針変更、勉強時間を増やすの3つです。まず1つ目、現象分析です。といっても基準点を大きく下回っているのですから、受験生の 50% 以上が取れている問題、つまり落としてはいけない問題を落としているのには間違いありません。つまり基礎力不足であることは明白です。2つ目、勉強の方針変更です。では基礎力をつけるにはどうしたらいいのか、勉強の方針を見直しました。いろいろ探っているうちに、レックの根本講師がこんなことを言っている動画を見つけたんです。過去問回しと基本書の読み込み、どちらが正しい方法であるかは一概には言えない。ただし過去問を回しても成績が伸びていない人は基本書を読み込むべきである。ここでハタと思ったんですね。今から考えると恥ずかしい話なんですが、私基本書を端から端まで読んだことって一回もなかったんですよ。基礎講座の講義の中で触れたところや過去問を間違えるところは読んでいました。でも全部通しで読んだことってなかったんです。おそらく基礎力が不足している原因はこれだろうと踏んだんです。まあこれは今から考えるとなんですが、行政書士に合格したことでいい気になってたんですね。ドラクエで言えば中ボスを倒して自分そこそこ強いなと思ってたら、ラスボスは何十倍も強かったという感じです。でもよく考えると、もともと法律で挫折してるんですよ自分は。だからもう一度雑魚を倒してレベル上げしなきゃいけなかった。それが私にとっての基本書読み込みだったんです。でここで参考した書籍はこちら、松本正則先生の司法書士5ヶ月合格法です。この本簡単に求めるとこういうことなんです。1つ目、覚えるのではなくて思い出し方の統一を図る。このことをこの本ではリレーティングリコレクト法を読んでいますけれども、これが受験勉強である。2つ目、そのために共通する知識、考え方を関連付けたり、自分なりの理由付けをしたり、語呂合わせをするのが良い。まあそういう内容でした。先ほど基本書の読み込みという言い方をしたんですが、厳密にはただ読んでるのではなくて、こうしたアウトプットをしながら読んでいくんですね。何個しか当時の基本書の書き込みを見てみましょう。こういうふうにですね、自分なりの理由付けをして覚えて、それから、関連するページとか、この考え方とは真逆だよねというページなんかも記号をつけて参照できるようにしていくというやり方ですね。こういう風にやっていくと、実は分かったつもりで全く分かっていないこと、中途半端に理解していたことが多かったことに気づいたんです。これは基準点取れなくても当然だわと自分で納得しました。3つ目にやったことは勉強時間を増やすということです。詳しくはこちらの動画でも語ってるんですが、先ほども言ったように自分は勉強に集中できないという実感があったんです。なのでまずは集中の妨げになるものを排除しました。自宅のインターネットを解約、漫画 DVD などを捨てる、テレビは電源を抜いてクローゼットにしまい込むなどですね。さらに毎日手帳に何時何分から何時何分まで何々を勉強したというふうにひたすら勉強時間の記録をつけていきました。こうすると家計簿をつけている人が無駄遣いをしなくなるのと同様、無駄な時間の使い方をしなくなるんです。こうして3回目の受験の時は当連模試でも合格圏に届くようになりました。残念ながら本試験では午前科目が基準点に1問届かず不合格となりましたが、この調子なら次の年は受かるという一定の自信はつきました。そして見事4回目の受験で合格することができたのです。ということで私の経験談を聞いていただきました。もちろんこれを見ている皆さんそれぞれ置かれている環境や受からない要因は違いますので、私の経験がそのまま当てはまるとは限りません。ですが間違いなく言えることもあります。それはモチベーションを上げる方法は結果を出すことということです。これは矛盾することのように聞こえるかもしれませんが、やる気を出すにはやって結果を出すしかないんです。皆さんが最終的に出そうとしている結果は合格ですが、もちろんそれは今日明日出せる結果ではありません。まずは一日一日やれる範囲の目標を決めて、その結果を出してください。その小さな目標をクリアすることを繰り返すことでモチベーションは上がっていきます。皆さんが今年の試験に合格する日を心待ちにしています。また会いましょう。